皆さんこんにちは。今回もマリオカート、やっていきますよ。はい、スタートダッシュ決めるよ。うん。はい、ここ。うん。はい、スタート。今回のコースは、エキサイトバイクですね。エキサイティングなレース展開になればいいですね。さて今回は、こっちというかなんというか、そんな感じのことをしたいと思います。そこまで大それたもんでもないですけどもね。つい最近、めでたくチャンネル登録者が、2万人を超えました。そして、3月10日には、YouTube にチャンネルを作成して、1周年となります。ですので、これら2つを祝うという感じで、何かをやりたいと思います。まずはチャンネル登録者2万人の方についてですが、こちらについてはいつもの節目と同様、マリカーのフレンド戦でもやりたいなぁ、とか考えています。それくらいしか、思いつかないですからね。そして、1周年記念の方は、まだ考え中なのですが、剣盾で、ミラクル交換会みたいなのができればいいなぁ、なんて考えています。剣盾でやれるのか、あるいはポケホームでやるのかというのも含めて、全く考えてないですが、そういうのができればいいなと思っています。視聴者にデリバードノッカーマリオを押し付けて、デリバード縛りをするように仕向けようと思います。とは言っても、今現在どうなっとんねん、マジでこの部屋は多い。打ち切れるぞ。あ、話を戻しますと、今現在、リアルの私がだいぶ忙しいというのと、デリバードとドラクエと妖怪の編集をするのでいっぱいいっぱいで、企画をやれるほどの余裕がないので、やるとしても年度末が明けた、4月以降になるかと思います。去年の年末くらいは、デリバードを大量に取りだめたりして、だいぶ余裕があると思ってたんですが、さすがにこの時期になってくると、そんな余裕がなくなってきますね。マジで、全然上に行けないんだが、どうなってんねんマジで、この部屋さつい高すぎだろマジで。皆さん、こういう悪質な部屋に来てしまったら、すぐに抜けましょう。でないと私のように、冷凍ゴリゴリ持っていかれるわイライラするわで、悲惨なことになりますよ。